まして、だいぶね、あったかくなってきました。今ね、すごくなんか、トトロがいそうな、そんなね、今、ところにいます。すごいね、田舎道を歩いています。いやー、こういうね、田舎道、僕、すごく歩きたかったんですよ。本当にね、日本のほとんどがこういう田舎なんですよ。で、それをね、こう東京にいて、特に僕新宿にいるとね、こう感じれないというか、わからないですよね。でもこうやって旅して、こう田舎に触れると、もうすごい綺麗なね、畑もありますね。改めてね、日本ってどういう国なのかっていうのはすごくね、気づかされるというか、わかる、そんなね、気持ちですね。いやー、すごい、もう自然に囲まれております。はい、まだまだね、先は長いんで頑張ろうと思います。以上、報告でした。